対局開始。お願いします。四間飛車ですか。角交換大歓迎ですよっていうタイプの四間飛車ですけど、まあ相振り飛車の場合はね、4筋攻めてくるので、だからまあその金無双はちょっと良くないですよね。金無双をやると、玉の小瓶を攻められることになるので、四間飛車に対して金無双はあまり良くないということで、まあ美濃囲いですね。美濃囲い。今日まあ金、あの相手が向かい飛車でも大抵美濃囲いやってますけどね。なんで美濃囲いかというと、単純にそれしかさせないからですね。消極的な理由なんですね。でもね、その消極的なね、2分30秒、消極的って結構重要なことで、よくさ、将来の夢は何ですかとかさ、あ、これ3六歩と打つ手があったかもしれないけど打たなかったですね。まあ、よくさ、その将来の夢は何とかさ、よく小学校とかで、おー、なるほど、小学校とかでさ、よくさ、将来の目標とかさ、書かされたりするじゃないですか。これは取ると、これ取ったらダメですか。まあ桂馬跳ねるんですが、これ香車取れるんですよね。これ香車取っちゃったらいいんじゃない。うん、これ香車上がっとけばね、香車取れなかったんですけどね。これは玉で取るかな。怖いですかね。いや、でも取ると同飛車で取ると、まあ、これ同飛車だったら3七香と打つ手もあるわけですね。うん、まあ、どっかで3三角とか含みにしてくると思いますけど、ただまあ駒得が大きいのではないかと思いますね。小学校でさ、よくさ、小学校で、よく将来の夢とか聞かれますけれども、まあ、自分がさ、何をしたいかってこともね、それは重要ではあると思いますよ。たださ、それだけじゃなくて、自分が何をしたくないかってことも結構重要だと思うんですよね。もちろんさ、宇宙飛行士になりたいとか、プロ野球選手になりたいとか、いろんな夢があると思いますし、それは素晴らしいことではあるんだけども、じゃあさ、日々の生活の中でさ、自分がしたいことをすることも自分がしたいことをするっていうのだけじゃなくてさ、その、したくないことをしないっていうさ、強者逃げると1分30秒。あ、金上がる。なるほど。あ、これ6八角とかあるの？引くと強なりか。え？なんかこれ、次々とやられてますね。これまずいのか、これ。駒得してたはずなのになんか駒損になっちゃってるのかな。これは取りますけど。そして、まあ、歩打ちはまた取れますからね。いや、何が言いたいかっていうと、いくらさ、美味しい料理が食べられるって言っても、じゃあその美味しい料理食べるために全財産叩くんですかとかね。その、したいことをするためとは言ってもさ、あまりにも犠牲が大きすぎるとなったら、やっぱりそれは嫌だなとかさ、そういうのあるわけじゃないですか。だから、人って別にそのさ、これやばい、取られるな。そうですよね。やばい、この2枚台はちょっと損しましたね。角はもらえるけど、1分。これ4の7、票があるか。いや、あかんな、これ。まずいな。まずいですね、これ。これまずいな、これ。まずい。さすが4段と言わざるを得ないか。3時銀とかでもやばいかもしんない。そっちか。これを取りましょうか。まずいな、これ。まあいいや、強者打つか。これ、あっという間に駒損ですね。まあ、金取られるぐらいでも。随分積極的な人ですね。これ、角打たれて負けるの、これ。これまずいな。
あ、これ詰まされてる、これ。はあ、なんか随分と工夫凝らしてますね。でもこれなら桂も取られてもまだ銀打って粘れるんですか？あ、切るんですか。いや、これさっき詰みがあったように見えたけど、30秒詰みはどうかも、ね、ああ、これ詰んでるか。あ、詰んでないか。詰んではいないけど、2八銀成りで。おっと、これ、なんかその、こりゃ、もう絡みつく。もう粘っこくね、20秒。あ、これでも、あれ？ちょっと待って、これ逆転してないか、これ。お、これ逆転してない？あ、でも金、なんか変だな、これ。あれ？これ次、これ詰みが。あらら、あらら、これ、切っちゃって。あ、いや、詰まないか。詰まないですか。10秒。あー、詰まないのか。詰まないですね、これは。今ちょっとチャンスがね、あったと思ったんだけどね。あー、これはこういう風に垂らすんだ。垂れ符でね。まあ、ちょっとこれで焦るでしょ、ちょっと。ちょっとこれ焦るんじゃない？これ次罪ですからね。6一銀なりならずで、なんか6一ひなりで罪なんで。おっとおっとおっとこれ、おっとこれ詰むんじゃないか？これ詰まないか？これどうしたら詰まない？あ、詰まない？あ、詰まないか。あ、詰まないか。あ、詰まないか。いや、詰むか。いや、わかんない。まあちょっとね、良くないですね。ですね、まあ、だから要するに、したいことをするってことも大事だけど、したくないことをしないことも大事だってことなんですよ。だからさ、したいことはほとんど叶えられなかったけど、したくないことは、せずに済んだなっていう感じで一生を終えたらさ、なんかそれはそれで、なんか自分としてはそれでいいような気もしますけどね。もちろん程度問題ではあるけれども、逆にさ、したいことは実現できたけども、したくないことをさせられまくった一生だったら、それは果たして幸せなのだろうかというね。うん。確かに自分のさ、将来の夢というか、就きたい職業には就きました。でもそのために、したくないことだらけ、したくないことをめっちゃやらされて、ものすごい犠牲を払いましたって言ったらさ、それはどうなんだろうね。自分の将来の夢なんて全く叶ってないけど、その代わりしたくないことを全くせずにさ、一生を過ごしたら、なんかむしろそっちの方が、いいかなって思ったりもするんで、自分がもしも小学校の先生だったら、子供たちに、さあ皆さん、大人になった時にしたくないことを書きましょうってね、したくないことをね、書くという、そういうね、授業をやってもいいかなと思いますね。将来の夢だけじゃなくて、将来やりたくない夢っていうのかな。うん。ということで、まあ、何をして何をしないかっていうさ、それはまあ結局現実の中では、取捨選択なんですよね。社会全体においても、何かをすることができれば、何かをしないという判断をしなきゃいけなかったりとか、何かをしないという決断をするためには、何かをする必要があったりとか、そういうところがいろいろ絡み合ってるわけじゃないですか。というわけで、最近ね、ネット上でも話題の千葉県知事選ですね。今日は2021年3月11日なんですけども、あ、そういえば、東北地方太平洋沖地震から10年経ちましたね。まあ、私は黙祷はアホらしいというかね、みんなで黙祷しようぜっていう、そういう、全体主義というか、黙祷ブームが、黙祷ブームの中で、いや、俺は絶対黙祷しないぞということをですね、声高に叫び続けてですね、みんなと同じ目的を共有しないということをね、これをね、思想信条としてね、生きてますので、とにかく自分のことは全部自分で決めてやると、他の人の目的に左右されない人生というものを、大事に考えてまして、その政治の中ではですね、やっぱりその他の人の目的に、自分が参加しなくてもいいような社会にしてくれるのは誰なのだろうかってことをやっぱり考えますね。で、まあ、自分は千葉県民ではないので、千葉県知事選に選挙権はないんですけども、
まあ、非常にこう個性的な、候補者たちが並んでるということで、まあ、結構ね、あの YouTube でも政見放送の動画とかありましたけど、ちょっと読んでみますね。千葉県知事選が4日告示され、過去最多となる8人の候補者が立候補した。マイナー視されがちな県知事選がネット上で注目されているのは、何かと話題の候補者候補たちが集結したからだ。お祭り選挙といえば都知事選や国政選挙のはずが、 YouTube 全盛の中、その垣根は完全に決壊した、県知事ポストは3期12年務めた森田健作知事の退任が決定。ポスト森健に名乗り出たのは、立憲民主党が支援する前千葉市長の熊谷氏、自民党推薦で元県議の関氏、共産党推薦で元予備高校士の金光氏、医師の加藤健一郎氏、元県立高校校長の皆川慎一郎氏のほか、ネット上で話題となっているのは国民主権党の平塚正幸代表、ベーシックインカム党の後藤輝樹代表、千葉県全体を弓と魔法の国にする党代表で YouTuber の河合雄介氏の3人だ。平塚氏と後藤氏は昨年の都知事選にも立候補した。都知事選に比べ千葉県知事選は注目度が格段に落ちるため、供託金300万円を払ってまで出馬する価値はないというのがこれまでの常識だった。しかし昨年から東京渋谷でクラスターフェスを開催し、コロナはただの風邪、ワクチンは危険と訴える平塚氏が支援者の後押しを受け立候補した。後藤氏も全国どこでも選挙があれば出るスタンス、お金があったら出ると直前に立候補を表明し、都知事選以外では初となる道府県知事選に打って出た。さらに異色なのは、千葉県をエンターテインメント県にしたいとピエロ風のメイクを決めた河合氏だ。無名候補が法定得票数に届かず300万円没収されるのを覚悟の上で立候補を決めたのは、 YouTube の普及でネット選挙が浸透したことや、都知事選踏み台に議員になった NHK 党の立花孝志代表やスーパークレイジー君埼玉県戸田市議の成功例を見たからだ。この先衆院選や地方選もある、顔見せ選挙の意味合いはあると河合氏は売名目的であることを否定していない。千葉県庁前で行われた関氏の街頭演説会には森田知事が応援に駆けつけたが、聴衆の話題となっていたのはその直前まで街頭演説していた平塚氏や河合氏だった。年配の男性らはワクチンは危険って言うけど打たないとなぁ、平塚氏の支援者はみんなマスクしていないなぁと驚きの声を上げ、やってかさ、ちょっと話の途中ですけども、ワクチンは危険って言うけど打たないとなってさ、どういうことなんですかね。別にさ、打つのは別にいいんですけど、その最初から結論決まっちゃってんですね。もう打たないといけないっていうのはもう最初からもう結論があって、それに対してワクチン危険ですって言われても、まあ、危険だけど打たないといけない、危険でも、まあ、もう要するにその、打つっていうのはもう決まっちゃってるんですね、まあ、別にいいんですよ。別に私は別にワクチン危険だって主張するつもりないので、別に打ちたい人は勝手に打ったらいいと思いますけど、白塗りの候補は千葉をエンターテインメント局にするというけど、どんな方法なのか、千葉県知事選がこんなにぎやかなのは珍しいなぁと興味津々だった。国政政党の推薦や支援を受ける候補以外はなかなかメディアでも日の目を見ないが、最大の見せ場となるのは NHK と民放で放送される政見放送だ。後藤氏は昨年の都知事選で突然服を脱ぎ出し、おむつ姿で訴え、お茶の間の度肝を抜いた、今回真面目にやりました、脱いでませんと後藤氏は言いながらも、見てのお楽しみと意味深な海を浮かべる。河合氏も、収録では NHK がピリつきましたと元お笑い芸人らしく、コント仕立ての政見放送になるという、放送はそのまま YouTube 等に転載できるとあって、バズればこれ以上ない宣伝広告ツールとなる。熊谷氏の当選で九分九厘決まってる出来レースの選挙に風穴を開けたい。僕と平塚氏、後藤氏で裏選挙みたいに盛り上げられればピエロになった意義があると河合氏は不敵に笑う。この3人を目当てに多くの YouTuber も現地に駆けつけた。千葉県では今月7日までだった緊急事態宣言が2週間程度の再延長は濃厚、選挙戦と完全に重なることになるが、地上戦からネット戦に舞台が移ればさらなる盛り上がりを見せるかもしれないということで、まあそのまあちょっとね、時事ネタなんですけども、まあ私も、YouTube の中であのお祭りに乗っかって千葉県知事選をね、ちょっとこう観察してみようかなというね。でですね、ちょっとね、
まあ、こんな感じで、あのポスターがね、あの8枚揃ってる写真がネット上にありましたので、まあちょっとね、眺めてみたいなと思うんですけど、まあ熊谷さん、まあ、この人がね、まあ、優勢ではないかと。てか、まあそのまあ当選しそうだなっていうか、まあその、まあ、本人も分かってるんでしょうね。あ、これもらったなと。うん、だなんかさ、話の途中なんだけど、やっぱりさ、なんか日本の選挙って大体この人が勝つでしょっていうのがあらかじめ分かっていて、なんかそれがね、なんかちょっとこうつまんないですよね。うん、つまらないので、結局その勝敗以外のところに、注目してしまうというのはありますよね。本来であればさ、選挙っていうのは誰を代表にするかっていう、その勝負ですから、戦いですから、誰が勝つのかってところがさ、その最後までわからないぐらいのさ、その白熱した勝負が繰り広げないといけないはずなんだけども、なかなか日本だとそういう、なんかもう本当はみんなで同じことやるっていう、そういう文化が強いから、もう今日は今回はこの人でしょうみたいな感じで決まっちゃうんですよね。分断されないんですよ、なかなか。そうするともう勝ちはもうあんただって決まってるから、俺たちは別のところでさ、やるぜみたいなね。だ、売名だって批判されるかもしれないけど、いや、売名にせざるを得ないですよね。うん、じゃあ売名はダメだって言っちゃったらさ、候補者一人だけでもう無投票当選になっちゃうじゃないですかね。だからそのいわゆるその田舎町とかね、その山奥の町や村とかだと、もう対立候補がいないので、ずっとさ一人がさ村長とか町長とか務めてるとかね、そんなのばっかりでしょね。なんか対立候補を出すってことはなんかすごく気まずいと。え、今の村長のやり方に不満なの？何よお前、お前それでも村民かって言われるのが嫌なもんだから、対立したくないと。で、結局無投票でもう本人が引退するって言うまでずっと続くみたいなさ、そういう風になっちゃう。で、それはまずいよねって感じで対立候補を出すんだけど、でもなかなかその、本命の人に勝てないので、結局お祭りというかその売名目的のになっちゃうし、もうそれはもうさ、その売名してる人がその選挙を舐めてるとか、そういう批判する人いるかもしれないけど、そうではなくて、自分たちがみんなで一致団結みたいな、そういう文化が強いのが問題なのであってですね、そういう日本の土壌がこういうね、候補者乱立を生んでるわけですよ。で、それはもうしょうがない、うん、ということを踏まえた上で、まあこうやってね、眺めてみるわけですけども、まあだからその熊谷さん、金光理恵さん、関正幸さん、この3人はもう要するにその、国政政党から支援受けてまして、まあだから組織的な票が入ってくるわけですよね。まあ、熊谷さんは立憲民主党、金光さんが共産党、関正幸さんが自民党みたいな感じで、まあでもどうなんでしょうかね、そういう、僕は自民党一筋ですとかね、民主党、立憲民主党一筋ですとか、なんかそういう党派制で、票が入るのかどうかわからないですけど、まあでも共産党の場合はね、もうね、もう骨の髄まで共産党みたいな、そういう人は結構いるかもしれませんけど、まあそうですね。で、あとの6人は、まあ空中戦という、あ、6人じゃない、5人か、後藤照樹さん、加藤健一郎さん、皆川慎一郎さん、平塚正幸さん、あ、この人さ、なんか平塚正幸じゃなくてさ、ワクチン危険っていうさ、人みたいに見えちゃいますよね。もう自分の名前よりもさ、ワクチンはさ、ワクチンダメだと、予防接種受けんなってことはさ、もうその方が目立ってますのでね、なんか投票箱にさ、ワクチン危険って入れちゃいそうじゃないですか。ワクチン危険さんみたいなね。まあこの人もでもそうですね、父の品格、河合雄介って書いてあるけど、父の品格さんなんですかってね、この人、あ、こっちのがすごいな、この父の品格っていうさ、父の品格というね、名前に見えちゃいますもんね。うん、まあ大体自分の名前をこう前面に押し出す、あ、まあでも後藤輝樹もそっか、コロナは茶番っていうね、ところがまあ目立ってるけど、うん、まあそうですね、うん、
まあでもなんかさ、この8人さ、なんか協力してますよね。どういうことかっていうと、熊谷さんが赤でしょ、加藤健次郎さんが青、皆川さんが紫で、平塚正幸さんが青で、河合祐介さんが黒で、関正幸さん黄色、金光理恵さんはクリーム色で、コロナ茶番の後藤輝樹さんはピンクみたいな感じで、なんか色をさ微妙にこうずらしてるというか、その8枚こうパンと並んだ時になんかこう全体的に色鮮やかに見えるようにさ、なんかさみんなでさ、この人たち全員さ、あのグルなんじゃないですか、なんかこうみんなでさ選挙さ面白くやっていこうぜみたいな感じで、これこの人たちさ勝負してる、競争してるはずなのに、なんか競争っていうのも強調してません？なんかみんなでこう 色鮮やかにさ賑やかな感じに見せるためにさ、なんか裏で協定結んで、そのいやあなたちょっとさ選挙ポスターの色何色にします、あ紫、あじゃあ僕はあの赤にしますから、ね、よろしくみたいなね、ああなた青ですか、じゃあ僕黄色にしときますよみたいな感じで、なんかこうね、なんか妙にこう 色がね、ばらけてるなーなんて思ったりもしますけどね。まあということでですね、まあただそのでも結構こういうイメージというか、見た目でね勝負ついちゃうことって多いみたいですよ。もちろんその人の思想心情とか、その、有権者たちの考え方とかによってですね、この人がいいなとかそういうのはあると思いますけれども、まあ、最近読んださ、アメリカ人のジョナサン・ハイトって人が書いた社会はなぜ左と右に分かれるのかっていう本を読んだんですけど、その候補者たちの思想よりも候補者たちの見た目とか容姿とか雰囲気で結構有権者たちは投票しちゃったりするものだっていうふうにね、でそういうことをよく言ってましたね。だからどういうことかっていうと、つまりねここでさ各人の、党派性とか、思想とかね、その人の政策とか主張とかいうのも全部なしにして、ただ単に顔だけをずらっと並べて、さあこいつらいろんな顔の人がいるけれどもどの人選びますかっていうふうに選んでもらったとしても、結構一番人気があった人が実際の当選者だったりするっていうんですね。だから熊谷さんが優勢だとか言われますけれども、だこの熊谷さんが、どういう主張をしてるかとかね、まあ、この人はまあ千葉市長をやってたわけですね。だから有名人だから、まあ知名度が高いわけですよ。ですが知名度が高いから有利だよねっていうのはあるんだけども、じゃあ知名度とかその人の主張とか党派性とかなんとか党が支援してとかそういうのは全部抜きにして、ただ単に顔だけで選べって言ったときに、それでも人はその実際の投票行動と似たような人を選んでしまったりするものだ。だから結局人というのは感情的に、あこの人だと雰囲気的にいいよねみたいな感じで雰囲気で選んじゃってることが多いということはですね、実際のところあるみたいですね。てなわけで、まあ、他にもですねいろんな、ですね、千葉県知事選の NHK 分の政見放送で10日ベーシックインカム党の後藤輝樹氏やワクチン打つなと訴える国民主権党の平塚正幸氏ら4人の候補者が登場した。後藤氏といえば過去の選挙での政見放送で放送禁止となりかねないワードを連呼すれば、上半身裸のおむつ姿で政策を打ってきた革命家、今回は脱んでないと宣言しただけで内容は謎に包まれていたが直前になってテーマは愛とようやく一部を明かしていた。その内容は千夏さんへの愛の告白だった。経歴紹介で彼女との馴れ初めは昨年の都知事選のナレーションから始まると、後藤さんは千夏さん大好きですと切り刺し、綺麗なところ、真面目なところ、人の痛みが分かるところ、別れた彼氏の悪口を言わないところと好きな理由を次々と列挙してみせた。僕に最後に僕は死んでも構いません、あなたを幸せにできないなら自決します、結婚してくださいとプロポーズしてみせた。ただ政見放送での公開プロポーズは前日、無所属で医師の加藤健一郎氏が小池百合子都知事に夢は当選して小池氏と結婚すると仰天告白し話題となったばかり。後藤氏も予想だにしなかったであろうネタかぶりとなってしまった。なんかあれでしょ、千葉県知事選挙に、当選して小池さんと結婚したいとかこれさ都知事の小池さんはどう思ったんでしょうね。てか小池百合子さんは結婚してないのかな、旦那さんいないんですかね、ちょっとその辺よくわかんないんだけど、まあそういうことはどうでもいいんですかね。小池さんが結婚してるのかしてないのかとか、もうすでに結婚してたらダメじゃんとかさ、そういうのはさあんまり関係ないんですかね、そういう問題ではないのかな。
たださ、ちょっと今思ったのはこの後藤輝樹さんと、ワクチン危険の平塚正幸さん、結構この、ネタ候補というか、まあ、放末候補かもしれませんけど、まあ、ちょっと個性派と言われてるじゃないですか。でね、まあ、自分がさ、その好きか嫌いかとかそういうものは全く抜きにして考えたときに、この平塚後藤の2人、これね、今後、まあ、こんな感じで選挙出まくっていってですね、知名度をですね、知名度を上げていこうということだと思いますけども、結論から言っちゃうと、これ後藤の方がね有望だと思いますね。うん、平塚の方は厳しいでしょうね。うん、これなんでかっていうと、結局ね、人は感情で選んじゃうし雰囲気で選んじゃうわけなんですね。で、別にそのそれがいいか悪いかの話はともかくとしまして、そのね、平塚はね、明らかにね、人の感情を、逆なでますね。でも後藤の方はこれは人々の感情に訴えることをするので、後藤の方が票は取れるでしょうね。うん、てかね、ちょっとイメージしてほしいんだけども、じゃあその千葉県知事選挙とか、まあ、千葉県議会選挙でも千葉市議選でも何でもいいんですけども、じゃあさ、後藤さんがさ、まあ、どっかの市議会議員とかになったとするじゃないですか。あるいは平塚さんが市議会議員とかね、まあ、国会議員でも何でもいいんですけど、なったとするでしょ。その時にさ、多分ね、平塚の方はね、ガチなんですよ。つまり、ね、本気でね、この顔見ればわかるでしょ。もうね、すごいクソ真面目だし、ふざけてないんですよ。平塚はもうクソ真面目で、ガチでやるんですね。ですから、ワクチンは危険だと。っていうことをですね、議員になった時に、具体的な行動で大暴れするわけですね。うん。でね、人はね、そういうのを恐れるんですよ、人々は。うん。でも、後藤の方は、当選してしまったらですね、途端に、当選しました。僕当選ですか。じゃあちょっとまあ普通に戻りますみたいな感じで、ネクタイ締めてスーツ着てさ、なんか、いや、ですね、私、普通の人として、やらせていただきますみたいな風に、なんか急にさ、普通に戻りそうじゃない？普通に戻るというかさ、だからいわゆるそのスーパークレイジー君って人がさ、埼玉県の戸田市議会議員選挙で、当選してですね、市議会議員になったらしいですけども、あの人もさ、なんかその、はちゃめちゃなことやってるような風に見えてですね、当選したらなんか急にスーツなんか着ちゃってさ、スーツ着てさ、髪の毛黒くしてさ、マスクまでしてさ、私普通の人ですからみたいなね、僕見た目は派手だけど普通の常識わきまえてますからみたいなさ格好をして出てきたでしょ。で、後藤はそうなりそうなんですよ、雰囲気的にね。後藤は今はふざけてるけど、ふざけてるがゆえに、この後ですね、もし当選したらきっと普通常識的なことをやりそうだ、常識的な議員活動をしそうだ、まあ、知事になったとしても常識的になりそうだって感じがするんですね。うん、で予想ができるんですよ。でもね、平塚の方はどうですか。これね、当選したらね、皆さんと同じ普通の人になりますなんていう気さらさらないですよね。うん、もうクソ真面目な人だから、議員になったら、あるいは知事になったら、いや、ガチでワクチン危険だ、ワクチンはもうちょっと危険なのでやめましょうってことをさ、ガッチガチにやってきそうなんで、自分たちがなんとなくそうだよねと思ってるのは普通の人っていうものを、全くさ配慮するっていう気持ちがない感じがするので、だ平塚はね厳しいでしょうね。うん、まあ、いいか悪いかの話はしませんよ。その価値観について私はちょっと何とも言わないけれども、平塚は厳しいでしょうね。で、後藤の方が将来的に議員になる可能性は高いだろうなというふうには思いますね。ただね、私、後藤さん、ちょっとね、嫌ですね。千葉日報の記事で、新型コロナへの対応を早急に行うべき支援策、これ、早急じゃなくて、早急なのかな。早急か。早急って読むべきですかね。うん。で、後藤輝樹さん、
コロナ死者数3292人、インフルエンザ3571人、気になる人は各自で徹底した隔離と自粛、元気な人は経済を回す、ただし電車やバスなどではマスク着用義務化、ワクチン接種は選択制、適切な食事と睡眠、適度な運動、ストレスをためないなどで免疫力を高める。いやこの人さ、コロナは茶番とか言っときながらマスク着用義務化とかさ、え、何それ、ちょ恐ろしいんだけど、マスク着用義務化とかされたら私、いやこれ嫌ですね、千葉県行きたくなくなりますね。てか千葉県行きたくなくても千葉県、千葉を通らざるを得ないんですよ。うん、で東京に出るために千葉通らざるを得ないでしょ。じゃあ何、千葉県、その電車が千葉県内走ってる時だけマスクしろってこと？あ、ふざけんじゃねえよと。いや私あの後藤さんが知事になって千葉県内マスク着用義務化って言っても私逆らいますよ。私これはね、あの徹底して逆らう。私マスクしない権利に対する思いは尋常じゃないからね。もうとことん逆らいますよ。罰則が、その電車の中でマスクつけてなかったら罰則とかそんなことを言い出したら、いや罰則覚悟でマスクしないで電車乗るよ。罰せられるもんなら罰してみろよってね。でもし罰せられたら、ああ罰金ですか、まあこれはマスクしないための費用としてさ取っとけみたいな感じで、ふてくされながら罰金支払って、まあ後でね、違憲訴訟を起こしますよ。呼吸するという、まあその本人の自己決定権を、侵害してると、これ許されないですからね。私徹底的に徹底しますからね。覚悟しとけよ、後藤。まあ、この人はさ、コロナ茶番だって思ってるんだけど、でも、この平塚みたいに、コロナ茶番なんだから、もう何にも対策するなっていうと、角が立ってしまうというかね、その、人々はさ、今さ、コロナ騒動に振り回されてるわけじゃないですか。で、その中で、その人々の気持ちってものを完全にそのさ、否定するようなことを言うと、人々の感情を逆なでるので、元気な人は経済回すとかね、そのコロナに気にすんな的なことを言いたいんだけども、そこでちょっとその、皆さんの感情を逆なでるつもりないんですよってことで、ちょっとその際、コロナは茶番だっていう主張をさ弱めようというかさ、穏健な立場であることを表明したいがために、マスク着用義務化って言ったんでしょうね。だってさ、電車やバスではマスク着用義務化はされていないけれども、現実にはさ 99% ぐらいの人がマスクつけてるじゃないですか。だからマスク着用義務化したとしても、ほとんどの人にとっては結果的には変わらないんですよ。ほんの少数派のマスクしたくないって人が困るだけであって、ほとんどの人にとってはあまり変わらないんですね。だからこのマスク着用義務化っていうのは一応言うことによって穏健な立場だってことをさアピールするために使ってるだけであって、大したさその義務化っていうのはそんな強い主張ではないんでしょうけども、ただ私にとってはこれはね非常に引っかかります。引っかかるっていうかふざけんなと思いますね。ワクチン接種は選択制って言ってるけど、それ国の方針っていうか法律がそうなってるからね。ワクチン接種は強制なんて誰も言ってないですよ。選択制なんてそんなの当たり前じゃないですか。選択するの当たり前じゃん。ワクチン強制していいのかよ。予防接種強制するのかよ。じゃあ私予防接種さ してなかったら、役所の人が来てさ、トントン歩き人さん、トントン市役所です。え、何ですか、ペラペラ。ちょっと記録によるとあなた、まだ予防接種受けてないですよね。はい、受けてないですけど。いつ受けるんですか。いや、受けるつもりないんで。え、いや、受けるつもりない。それはダメですね。受けていただけなければ困るんですよ。ね。受けないとダメです。ね。はい。というわけでね、すぐにでも受けてくださいね。はい。だからさ、これダメですよ、こんなの。いや、当たり前のことですからね。平塚さん、PCR 検査、マスクを禁止する。禁止ですか？PCR 検査を行わなければ新型コロナが収束する。 PCR 検査は感染状態か見る検査ではない。マスクは感染症対策にならないところが病気になる。感染症対策が人を病気にする。感染症対策は必要ない。
小林義則さんの本にも PCR 検査は、偽陽性とか偽陰性というのがあるので、感染しているかどうか見る検査としては不十分であると。その鼻の粘膜にウイルスが付着しているかどうかってことは調べられるんだけども、付着しているからといってそれは感染だとは言えないので、PCR 検査というのは万能じゃないよっていう話をしていて、まあ、感染状態から見る検査ではないという意見に対して私はある程度賛成はするんだけども、ただ PCR 検査やマスクを禁止するっていうさ、禁止私はちょっと賛成できないですね。私は PCR 検査なんか受ける気ないし、 PCR 検査を、推進したいとも思わないんだけども、でもさ、もう怖くてさ、僕は新型コロナにかかってしまってるかもしれなくて怖くて怖くて、あ、怖い怖いっていうさ、いう人はいるわけでしょ。で、まあ、平塚さんから言わせれば、そうやって怖がってるのは愚かなことだと、ね、自分の身を縮めるだけ、自分を苦しめるだけだから PCR 検査なんか受けるなってことを言いたいんだと思いますけども、でもさ、怖い人にとってはさ、 PCR 検査受けたくてしょうがないわけで、そういう人の気持ちもさ、尊重してあげたらいいと思いますね。ただ PCR 検査受けたい人が、受けるチャンスっていうのはさ、覚悟してあげてもいいと思うんですけどね。マスクもさ、したい人までさ禁止するんですかってね。マスクを強制するのダメですよ。うん。だから私は後藤さんのマスク着用義務化は絶対反対なんですけども、かといって、じゃあ、歩き人は平塚に一票なんだなって言ったら、そうとも言い切れないですね。マスク、PCR 検査禁止？いや、PCR 検査受けたい人、マスクしたい人の権利っていうのはどこに行っちゃうのかと。ね。で、マスクに関してもですね、まあ、そのコロナが怖いからマスクしてるって人もいると思いますし、あるいはさ、みんながマスクしてるから、マスクしてないと変な人だと思われるのが嫌だからマスクしますって人たくさんいると思うんですよ。で、私はそういうふうにさ、みんなと同じことがしたいっていう人の権利も尊重するべきだと思いますよ。で、私はそのみんなと同じことをする気全くないけれども、でもそれは私は別にその他の人が別にマスクしてても、別にさ、ああみんなマスクしてるなとしか思わないから、それでいいと思うんですよ。うん。で、なんかマスク、だみんなと同じことをしたいっていう人はさ、その人のそういう性格なんだから、それはそれでいいじゃないですか。いけないのは、マスクしないやつは入場禁止とかね、マスクしないやつは入ってくんなとか、そういう差別をすることが問題なのであって、マスクをそのものをですね、問題視するのはどうなのかな。そのマスクは、病気になると、まあ、酸欠になってしまったりとか、まあ、マスクそのものがさ、その、まあ、要はその空中に浮遊しているウイルスとか細菌とかゴミとか塵とかそういうものがさ、マスクにさピンピンピンとくっついちゃうじゃないですか。で、そういうくっついたものをずっとね、顔とか鼻とかにくっつけておくわけですから、まあ、私もマスクっていうのは不健康だなと思いますよ。うん。なんかマスクをすることによってなんかこう健康を害するんじゃないかなと思うんだけども、でもだからといって禁止してしまうというのはちょっとあまりにもパターナルすぎますよね。うん。お前のためにマスクを禁止してやってるんだ、ありがたく思えとかね、 PCR 検査禁止してやってんだ、ありがたく思えとかさ、ちょっとこれはね、押し付けがましいというふうに思いますので、私平塚さんあんまり応援したくないですね。なんかね、結局ね、マスクを禁止するっていうのもマスクを義務化するっていうのもなんかね、私の顔言わせれば似たりよったりなんですよ。同じような行動を全員に強いるっていう意味で同じような気がするんですよね。うん。で、私はそのしたいやつはすればいいし、検査したければ何回でもやればいいんじゃないですか。で、10回でも20回でも心ゆくまで何度でも何度でもやればいいじゃないですかね。うん。もちろん自己負担ですよ。その検査費用は自己負担にですけれども、受けたいんだったら何度でも受けりゃいいじゃないですか。うん。で、マスクしたいならさ、もうマスク22でも32でもさ、何枚でもさ、いくらでもマスクしてればいいじゃないですか。ね。それじゃダメなんですかね。でも、まあでもさ、日本っていうのは共同体主義的な思想が強いから、その私は平塚に賛成しないし、後藤にも賛成しないっていうと、もうお前何言ってんの、お前じゃあどっちなのってさ、何をどうしたいのってふうになっちゃうんでしょうね。うん。意味がわからないでしょうね。
好きにすればいいっていうのはさ、千葉県民ならずその日本人としてはさ、あー歩き人言ってる意味全くわからないっすってね。マスクした方がいいの？しない方がいいの？どっち？ PCR 検査はいいの？悪いの？どっち？どっちよ？歩き人はっきりしろよ。曖昧なこと言ってんじゃねえよと。PCR 検査是か非か、お前どっちだ？ね、丸か×か、どっちってね、どっちの料理賞ってさっていう風にさ、思っちゃう人が多いから ねえ、まあ困ったもんですね。あとそれからさ、ちょっと気になったのは、皆川さんって人がね、地域通貨某発行とか言ってね、なんかその千葉県内でだけで使える地域通貨を発行するんだとか言ってるけど、これってさ、これってなんかプレミアム商品券、なんか地域商品券とかさ、ああいうのと何か違うんでしょうかね。いや、その商品券発行だったら分かるんだけども、地域通貨って言ってさ、そのお金なんだって言ってしまうと、これどうなんでしょうかね。千葉県内でさ、経済が完結してるんだったらそういう手もあるかもしれませんよ。千葉県の人は千葉県から出ませんと、千葉の中でも完結してますって言うんだったら、まあ、地域通貨でやるっていうのも一つの手かもしれないけど、そういうわけではないでしょ。東京とかにも行く人、東京にね、通勤通学で通ってる人たくさんいるわけじゃないですか。埼玉とかもそうかもしれないけども、ってなるとさ、その通貨発行っつっても、そのじゃあ日本銀行券と地域通貨ってものを並列させるのかってね、っていう話になってくるとですね、混乱を招く気がしますね。だからさ、この地域通貨棒っていうのは、だから1棒あたり1円なんですって、レートを固定して、で、使ってもらって、で使われた棒という地域通貨は日本銀行券と交換しますって仕組みにしたら、これはさ、商品券と同じですよね。でもそうじゃなくて、これは千葉県の通貨なんだって言ってしまったら、その日本銀行券といくらで交換しますとか、そういうものではなくなってしまうので、そうするとさ、お店の中で大根1本100円だけど、120棒でも売りますとかさ、そういうことやるんですかね。いや、なんかね、そういうことやると、その仮に千葉県内では棒っていうのは使えるとしても、いつもさ、日本銀行、その円とさ、棒のさ、為替レートを気にするとかね、なんかそういうさ、非常に不安定な、生活になってしまうと思うので、もし本格的にさ、地域通貨みたいなものを作るっていうんだとしたら、ちょっとその辺のコントロールはどうするのっていうのは、ちょっとね、非常に疑問ではありますね。ただまあ、プレミアム商品券というか、その、地域商品券的なもので考えてるんだとしたら、それを地域通貨というふうにカッコつけて呼んでるんだとしたら、それはまあいいんですけども、じゃあそれはまあ普通の商品券ですからね、地域通貨って呼び方をする必要はないのかなと思いますけどね。ということで、まあ8人のね、候補者たちを見てきましたけど、これ自分がね、1票入れるとしたら悩みますよね。まあ自分は千葉県民じゃないので、1票入れることはできないんだけども、どうしますかね。まず後藤はないですね。後藤はありえない。後藤はないでしょ。うん。後藤はダメ。で、そうですね。まあなんか選挙候補とかもいろいろあるんですけど、まあこの皆川慎一郎さんはこの地域通貨だ以外のことを見れば結構まあ賛成できるなってこともありますけどね。でも後藤輝樹はダメですね。もうとにかくね、バスや電車でのマスク義務化が、これもう許せないですね。これはもうアウトですね。もう全然ダメ。まあ熊谷さんはね、無難なのかもしれないけど、なんかそうですね。で金光さんは
人も取り残さないみんなで考える千葉へ。一人も取り残さないっていう思想は素晴らしいんだけど、ただ政治っていうのは誰を優先するかってことを決めるということなので、一人も取り残さないっていうことはないと思うんですよね。だから歩き人、あ、君の望みはちょっと後回しとかね、そういう誰を優先して誰を後回しにするかっていうことは考えざるを得ないので、一人も取り残さないっていうのはちょっとね、前提がちょっとおかしいかなと思うんですよね。だからジェンダー平等とかね、そのジェンダーが不平等であることに苦しんでる人をさ優先的に救うってことは、それ以外のことで苦しんでる人はちょっと後回しにしときますって、君はまだちょっと待ってっていうふうに言うことでもあるから、まあでもそれでもやっぱり目についたところから少しずつさ助けていくということは大事なことだと思うので、別に金光さんの考え方、そして日本共産党、私別に嫌いではないんだけど、ただ目立ってる人を助ければいいっていう問題なのかなって思うのと、そのコロナ騒動においてはちょっとマッチポンプだなって思いますね。まあ、そんなわけで長くなりましたけど、千葉県知事選の話をいたしました。ありがとうございました。